面白くてためになるトーキングマウンテンのエダッチです。今回紹介する雪山装備は3つあります。12本爪アイゼン、それからサングラス、そしてバラクラバです。こちらがペツルの12本爪アイゼンになります。この度おそら館の雪山登山でね、これを練習も兼ねて使ってみました。もう使い方が下手くそなんでね、ご覧のようにもうビリビリに破けました。はい、こちら側もビリビリに破けておりますね。精進したいと思います。次にこのサングラスですね。これがオークリーのプリズムトレイルというレンズが入っております。普段僕はメガネをするんですけども、このサングラス度が入っておりません。入ってないんですけど、メガネで見るよりもはっきりと雪山を見ることができます。眩しさを抑えてくれて、なおかつはっきりと視界をクリアに見せてくれるっていうことだと思うので、雪山にはこれが欠かせません。3つ目はこのバラクラバですね。こちらファイントラックの、バラクラバ B2 というやつですね。こいつのすごいところはメガネがね、曇らないってことなんですよ。これ最近買ったんですけど、これ使うまではモンベルのね、スーパーメリノウールバラクラバ使ってたんですけど、こう鼻まで覆うとね、自分の呼吸でメガネが曇るんですよ。で、外すじゃないですか。やっぱ寒いんですよ。この無限ループでだいぶ苦しかったんですけど、このバラクラバ本当にね、メガネが曇りません。あれしっかり鼻まで覆ってね、呼吸してますけど、メガネ曇っておりません。というのもここにね、ブレスルーターっていうね、穴が開いてるんですよ。で、息がね、下にこう抜けるようになってますんで、極めてね、メガネが曇りにくいということで、これね、めっちゃいいです。この B2 なしっていうのもあるんですけど、そっちの方がね、だいぶ安いんですよ。そっちにしようかなと思ったんですけど、まあバラクラバしてさらに B2 かぶるよりかは、もうこの一体型にしようかなと思ってこっちにしました。で、この B2 単体もね、すごく良くて、まずね、チクチクしないですね。それから縫い目がないので、ものすごいフィットします。この B2 自体もすごいおすすめです。以上、雪山装備3つ、バラクラバ、サングラス、アイゼンを紹介しました。参考になったらグッドボタンを押してくれると嬉しいです。皆さんが使ってるね、雪山装備も知りたいです。おすすめのね、バラクラバとか、サングラス、アイゼン、他何でもいいんですけど、あればね、コメントで書いてくれると嬉しいです。いつも見てくれてるのにチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。